まあなんか簡単に言ったらなんか体脂肪とかさ、ほう、出る体重計みたいな。ああ、おお、おお、こっちか。うん。でそれまあ毎月1回必ずやるようにしてる。おおおお。おお、なんかさ体脂肪、筋肉量が増えて、うん、体脂肪減ったんだよね。おお。いやーもうなんか本当減量中のアスリートかいって。いいな。お風呂上がるから水抜きをするとさ、ほう、お湯に浸かったりとか、ほう、もう全身バキバキに筋肉ができる。それ大丈夫なの？大丈夫なやつなの？脂質がダメって言ったでしょ。うんうんうん。脂質を減らすとそうなるんだよ。あ、そうなの。国民で糖質オフみたいなのがいいみたいなさ。うんうんうん。とか世の中で。うんうんうん。糖分を抑えるよね。糖質制限パンみたいな。うんうん、あるある。コンビニとかでもあるよね。そうそうそう。もう悪くないんだけど。うん。でもなんで、うん、そういう糖質制限が世の中にいっぱいあるか知ってる？うん、知らない。そう、知らない。知らない。なんとなくダイエットに良さそうって思うじゃん。うん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 。糖質制限パンとかさ、うん、良さそうって思うけど、うん、糖質制限のあの商品って、うん、いや、いいんだよ、もちろんね、うん、バカッカ取ってるよりはいい、うんうんうん、けどなんでこう企業とかが糖質制限の食べ物を出すかって、うん、脂質を制限するよりも、うん、コスパがよく作れるし、はー、味も美味しく作れる、うん、人工甘味料とかそういうの使ってってこと？そうそうそう。あー、なるほど。そういう裏事情があっても、あ、糖質制限出せる、出せそうみたいな。はあ。本当は脂質を減らした方が、うん、ザクッと落ちるの。ああ。